こんにちは、サッシーと申します。今回のですね、購入品ゲームですね、紹介はですね、 Xbox360 となっております。 Xbox360 もですね、徐々に集まってまいりました。毎回ですね、いろんなね、こうゲーム売ってるところに行くと、まあ、いろんなゲームをね、見ることがあるので、欲しいなって感じでやっております。Xbox ね、結構ね、お買い得に買えたりするので、最近お気に入りです。それでは、購入紹介行ってまいりたいと思います。まずこちらですね。ででーん、フェイタルイナーシャですね。光栄から発売されております。こちらですね、光栄の無双シリーズを手掛ける、これなんていうものは、シグマフォースなのかな、光栄カナダが開発するですね、 Xbox360 用の SF レーシングゲームですね。こちらなんですけど、もともとプレステ3のなんかローンチタイトルを目指していたんだけど、まあ、延期を繰り返して、Xbox360 が先行した発売になったと。で、後にですね、プレステ3の方ではダウンロード専用で、発売されたみたいですね。フェイタルイナーシャ EX というやつで。なので、だからパッケージ版だと、この Xbox360 が、独占なんで、これはですね、後々こう、コレクターとかが、こう、将来ね、Xbox360 集めたいなってなった時に、こういうのはね、なんていうか、コンプリートの壁っていうんですか、になるかなと思います。でね、これ未開封なんですよ、新品で。まあ、このゲーム自体もね、なんかね、こう浮遊したなんかホバークラフトみたいな感じなのかな、フライングコンバットレーシングゲームっていうことなんですけど、やりたいんですけどね、未開封なんで、なんかね、もう開けるのがちょっと惜しくてですね、これはね、ちょっとね、開けないでね、撮っとこうかなと思います。で、あとゲームのね、ムービーみたいのも端に出してるんですけど、ちょっと今回ね、ちょっと撮れなかったというか、なんかね、パソコンで録画したんですけど、うまく撮れなくて、ちょっと今回なしの方向でお願いいたします。はい、フェイタルイナーシャですね。こちらは販売本数とかこれ書いてないな書いてないので、調べてください。気になった人はい、こちらが Xbox だと2007年の9月6日ですね。だからもう本当に初期のタイトルですね、Xbox360 の。はい、1本目、フェイタルイナーシャー。続きまして、こちらを購入しました。こちら、テトリスザ・グランドマスターエースですね。2005年12月10日発売ですね。アリカはですね、当初テトリスザ・グランドマスターの、稼働後、プレイステーションに移籍するよっていうことで計画してたらしいんですけど、まあ、テトリスの版権元であるテトリスカンパニーがですね、テトリスの商品化はワンプラットフォームにつき一社とするという方針だったらしくて、まあ、プレイステーションの方は、発売が叶わなかったということで、まあ、これもですね、 Xbox360 独占タイトルなのかな。はい、そうですね、まあ皆さん、まあご存知の通り、まあ落ち物パズルの、まあ元祖ってわけじゃないんですけど、まあ落ち物パズルって言ったら何って言ったら、まあテトリスっていうことが出るぐらい、まあ有名なパズルゲームなのかなと思います。自分も小学校の頃にずっとやってて、もうずっとお世話になってるんで、まあ本当にお世話になったなっていうゲームですよね。まあずっとこうやってて、まあね、そんなに上手くないんですけど、まあここでちょっと自分のテトリス必勝法みたいのがありまして、まあね、まあブロックっていうんですけど、まあミノっていうんですけど、ミノを次何が降りてくるのかなっていうのを必ずね、
見るっていうことですよね。まあ早いとそういうね余裕もなくなってくるんですけど、でも一番なんて言うんだろう、効率のいい操作方法っていうのがあって、その例えばファミコンで言えば A ボタンと B ボタンを使い分けるってことかな。あのミノのこう落っこってきて、こう回転する向きとこう回転する向きがあるんだけど、どう回転させたらこう効率よく積んでいけるのかっていうのを覚えれると、あのよりテトリスが楽しくなるし、テトリスが上手くなると思います。はい、というわけで、2本目はですね、テトリスザグランドマスターエースでした。続きまして購入商品はこちらです。ででーん、はい、デッドライジングですね。プラチナコレクション、ブックオフで100円で購入してきました。2006年9月28日にですね発売された Xbox360 用のアクションゲームですね。通称デッドラということで、ですね、なんて言うんだろうな、まあ皆さんというか、まあ結構、まあ、バカゲーと言われるあのゲームですよね。あのまあこうゾンビの群れに立ち向かってこう南極を乗り越えてこう物語が進んでいくっていう感じなんですけれども、まああのレベル制で、あの主人公が、まあ、だんだん強くなってくるんですけど、まあ最強レベルともなってくると、あの本当に怖いのは、まあ、ゾンビではなくて、まあこの主人公であるねジャーナリストのフランクさんなんじゃないかっていうぐらい、あの強くなりますね。あの面白いですよね。ショッピングモールが舞台なんですけども、まあ、ショッピングモールになんかこうあるものを使ってなんか武器とかだったりね、食料とかだったりを確保して、まあ、進んでいくっていう感じですよね。結構なあの有名あのゲーム配信者さんがやってたと思うな当時。これでも面白いよね。今でも人気だし、今シリーズで4ぐらいまで出てるのかな。すごい面白いと思います。あとはなんだろうな、意外とね、プレイステーションの方でも、発売されてますね。なんか B 級映画テイストで、ストーリーが進んでいくというような感じらしいです。で、マルチエンディング採用です。で、まあ、同じね、カプコンでも、まあ、バイオハザードとはね、ちょっと違ったような視点で描かれてるのかなと。はい。書いてあります。ウィキペディアに。ウィキペディアを見て、ちょっと、ゲームの説明をしています。はい、というわけで、デッドライジングでした。 Xbox360 用版のプラチナコレクションですね。続きまして商品はこちらです。よいしょ、おっとっとっとつかなかった。はい、マーブル、VS カプコンの3ですね。フェイトオブトゥーワールドですね。2011年2月17日にですね、あのプレイステーション3と Xbox360 で、発売されてます。売上本数は220万本か。今思ったんですけど、プレステ3の方はブルーレイ規格で、 Xbox360 は DVD ロム規格なんですね。はい、とですね、まあカプコンから発売された対戦格闘ゲームですね。アメコミのマーベルコミックと、カプコンのキャラクターのクロスオーバー作品ということで、まああのコンボをつなげるのが気持ちいいって感じですよね。最初かな、最初のマーベルカプコンのなんか最初のやつとかで、なんかよくゲーセンでやってた、プレイしてたお兄さんたちがすごいなんかコンボをずっとやってるんで、なんかコンピューターに対して、いやーすごいな、あんな風にしてみたいなと思ってやるんだけど、どういう風にやるのか操作方法がいまいち分かんなくて途中でやめちゃったんだけど、なんかね、敵をなんかこうバシーンってなんか突き上げて、その後になんかこう自分もなんかジャンプしてなんかコンボしていくんだけど、あれがどうしてもね
できなかった。もしねこうやるんだよっていう方いらっしゃいましたら、わかる方いらっしゃいましたら、ぜひコメントでね、なんかこうコンボのコツなんかをね教えていただければと思います。はい、というわけで結構ねいろんなねキャラが出るので面白いと思います。はい、というわけでマーブルカプコン、3ですね、フェイトオブトゥーワールドでした。続きまして紹介するソフトはこちらですね。で、99ナイツ、2ですね。こちらはですね、2010年の7月22日にですね、Xbox 360から発売された独占タイトルですね。売上本数とか書いてないので、かなり本数も絞られてるんじゃないかなということで、後々、こういったものが、こう、価値が出るのかもしれません。確か290円ぐらいで買ったと思うんですけど、まあ、駿河屋のね、価格はここら辺にポンって出るんですけれども、アクションゲームですね。まあ、三国無双とか、ああいうような感じのゲームなんですけど、結構ね、サクサク動くというか、操作性もいいし、なんかね、敵が迫ってくる感じもいいしですね、処理落ちとかもないし、すごいね、いいゲームだと思います。で、結構ねウィキペディアの情報が少ないんですけれども、まあその夜の王っていうですねボスを倒すために、なんかこう一人の男が立ち上がったみたいな感じのゲームなんですけれども、まあ主人公のこのね映ってるグレンっていう人が、龍が如くのね桐生一馬さんの声をやってる人ですね。黒田さんかな、はい、やっております。ちゃんと見るか、ですね、なんていうんだ、黒田高也さんか、はい、が、やられておりますね。なんか龍が如く無双みたいな感じかなって最初思ったんですけれども、うん、ムービーとかもいいし、で、あとオンラインもねできてたみたいなんで、まあ本当にその当時遊んでみたかったなーって思うゲームですね。みんなとね、こういうので協力するのっていいですよね。もうちょっと時間経つと人いなくなっちゃうからさ。まあこういうね、ゲーム、これからね、出てくるんだとしたら、なんか一つ買ってね、なんか協力プレイっていうのをまたちょっとやってみたいなと思いました。はい、というわけで、99Nights2 でございました。続きましての購入シーン紹介はこちらですね。ドン、テストドライブアンリミテッド2ですね。こちらはですね、2011年の、6月に発売されましたね。まあ、プレイステーションとかだったり、まあ、パソコン版とかでも出てるみたいです。こちらはですね、まあ、車を使うレースゲームなんですけれども、まあね、地中海のね、島が舞台になってまして、まあ、そこでこう、車でこう、競い合ったりとかするんですけども、まあ、そういうこともしてもいいし、なんかこう、のんびりドライブするのもいいしっていう感じなんですよね。でね、なんかこう、なんていうんだろう、島が大きくてこうね目的地までなかなか着かないんですよね。なんか結構ね、こういうレースゲーム、例えばグランドセフトオートとかだと、まあ目的地まですぐパーッと行けるんだけど、なかなかねこうね着かないんですよ。結構な距離がある。でもそれがねまたね本当に車に乗ってこう遠出してるっていうね、気持ちになれて、それがいいし、車のね、こう操作方法もね、実際の、こう、車に似てるっていうかな、こう、うまく説明できないんだけど、例えば、リッチレーサーとか、アウトラン2とかは、なんかもう本当にね、ステアリング方向指示入れればね、もうキュッ、キュッキュッキュッって、曲がるんですけど、このゲームはね、こうね、ステアリングこう切ってもですね、なかなかこう曲がれないっていうか、もうスピードが出てると。だから本当の車のなんか操作方法に近いなっていう感じですね。なんかまあこう、お金をですね、こうあらゆるっていうか、ある手段で貯めてですね、ディーラーに行って、なんかこう新しい、
車とか変えたりとかするんですよ。なんかディーラーとかに行って、でまあ実車というか実際に本当にある車とかのもうライセンスとか取ってるんで、あのすごいいいですよね。ちょっと開けてみる、これちょっと開けて、昨日見てたんですよね。ちょっとねケースがねここ割れちゃってるんですよ。ただでもまあケースはまあ何とでもなるので別にいいかなと思ってるんですけど、この説明書ですね、後ろの方にね結構なあのライセンスを取ってるんですよね。これすごいですよね。アルファロメオとかアストンマーチンでしょ、アウディ、ブガッティとか入ってますね、シトロエン、フェラーリももちろん取ってる、フォード、GM、わかる中でなんだけど、ランドローバーとかでしょ、あとロータスかな、うん、あとマクラーレン、メルセデス、あと日本車だとスバルとかもあるんだよね。日産も入ってんじゃないかな。日産は何だろう、ルノーかなんかのあれなの、ルノー名義かなんかで入ってんのかな。うん、にここに載ってるのは日本車スバルだけだね。あとジャガーもあるのか。うん、結構そうそうたる車のね会社のちゃんとライセンスを取ってるんで、実際の車が使えるっていうのが本当にいいですよね。これね、アストンマーチン、これブガッティベイロンでしょ、これがなんだっけ、あのトランスフォーマーのバンブルビーのモデルになってる車だよね、カマロかなんかだっけ。はい、これはね本当面白いんですよね。で今年のね9月にですね新作も出るので、あの絶対買おうかなと思って、でその時はねいろんな人とねこうできたらなと思っております。はい、というわけで、テストドライブアンリミテッド2でした。続きまして購入商品はこちらですね。こちらです。はい、ドドンパチ、大復活 1.5 ですね。2000、360だから10年の11月25日発売ですね。ドドンパチ大王女の、戦いから6年後という設定なんですけども、まあ大往生したのに大復活っていうキャッチコピーらしいですね。まあ言わずと知れた弾幕系シューティングですね。なんだっけ、ジャンルみたいな感じの何なのかな、まあ 1.5 っていう感じなんですけれども、まあ、2008年に発売されたとこの修正バージョンですね。まあ、スコア上限を2桁引き上げたということで10兆を 1.2 に変更、バージョン1では1周目から4周から5周目でカウンターストップが可能だったってことなんですね。ボムアイテムを取得すると最大数まで補充されていた不具合を修正なんだって。だからまあボム1個取ってなんていうのマックスになっちゃってたのかな。バージョン1の隠し時期タイプ1種類最初から選択できるようになってるってことですね。隠し機体だったのが最初から選択できると。敵の攻撃を受けるとボムを自動使用するオートボム機能も、実装っていう方ですね。ゲームバランスの再調整ということで、まあどっちがなのかな、 1.5 じゃない方を持ってないので何とも言えないんですけども、どうやってみた感想などうかな、なんか大往生よりはなんか優しいような気はしたんだけど気のせいかな。大往生のなんか方はなんか結構2面ぐらいからもう全力でなんかこう うちらをやりに来てるなっていう感覚があったけど、まあ大復活の場合はなんかちょっと優しくなったかなと思いました。まあこのゲームのね、起動して初めにやることはね難易度設定ですよね。もう必ずもう一番優しいやつでちょっとやっております。もうノーマルですらもなんかもう命取りになるんじゃないかっていうくらいのゲームですけれども、シューティングね、下手な癖して、すごい好きなんで、見つけると買っちゃいますね。はい。というわけで、ドドンパチ、大復活、バージョン 1.5 でした。はい。というわけで、こちらが、紹介した作品となっております。左からですね、フェイタル・イナーシャ、テトリス・ザ・グランドマスター・エース、デッド・ライジング、マーブル VS カプコン、
99 Nights 2ですね。テストドライブアンリミテッド2ドドンパチ大復活ということで、7作紹介したんですけども、まあもう本当に徐々に集まってきたなと思いますね。でまあよくツイッターとかでもつぶやいてるんですけど、この Xbox のパッケージね、すごい綺麗だっていうか、この緑色がね、もうこう何とも言えない綺麗なグリーンで、すごい好きです。パッケージ持ってるだけでも。だからね、なるべくね、ダウンロードには頼らずにパッケージを探していけたらなと思います。まあ本当に Xbox 最近ちょっと、お店からですね、減ってきて、どうしてもね、こうコーナーが狭いんで、狭いというか小さいんで、もう探すの大変なんですけれども、なんとかね、ネットとかではなくて、実店舗に行って、欲しい商品を、探していけたらなと思います。もうなんかコンプリートとかそういうのは関係なしに、本当に、あ、やってみたいなっていう思ったゲームを、こう、集めていきたいと思います。皆さんもですね、ぜひよかったらですね、Xbox360 をですね、コーナーにね、立ち寄ってね、探してみてはいかがでしょうか。はい。それでは、ですね、もう、最近ね、寒くてね、体調も崩しやすいと思うんですけれども、皆さんも体調のね、変化に、どうかお気をつけください。ね、元気でですね、楽しいゲームライフを、送っていきましょう。それでは、また動画撮ります。バイバイ。